はいどうもこんばんは。今日ノンタイトルチャンネルでですね緊急動画を回させていただいてますけれども、今日はなんとシーズン2のセナ君とヌリ坊と誰だっけノンタイトルの MVP の松葉です。ミスターノンタイトル松葉くんに来ていただいて緊急動画を回してます。皆さんこんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。今日何を撮ってるかと言いますと、はい、最初に皆さん何も聞かされてないですよね、はい、聞かされてないです。聞かされてないですよね、はい、こういう試み初めてですよね、はい、怖なんですか。圧がすごい、圧がすごい。またリナイアとかじゃないよね。いやいや、もうクビにならない。大丈夫ですよ、ね、マジやばいっす。事業が順調だと聞いてますんで、はいはいはい、なんとですね、はい、皆さんにちょっと今日緊急でお知らせがあります。なんと、はい、ノンタイトルシーズン3の開始が決定しました。おそういう緊急動画なんですよ、はい、あ、そういうことね。本当に緊急だ、はい、本当に緊急だ。さらに今年の10月ですね、2023年の10月あたりからノンタイトルの、次のクランクインシーズン3の撮影開始が決定となりました。おーすごい。でそして、放送開始が年始の1月あたりからということで予定をしてますので、正月過ぎたらノンタイトルシーズン3が開始しますというところがお祝いことです。おはい、ということで、はい、その流れもありまして、ぜひですね今募集をですね、うん、メンバー募集をしてまして、はいはいはい、我こそはノンタイトルに出たいという人たちを募りたいということで動画を回させていただいております。はい、で、はい、ついでに、はい、シーズン2のみんなにも来てもらって、はい、ノンタイトルの魅力とか、はい、苦しさとか、辛さとか、はい、切なさとか、はい、いろいろありましたよね。ありました。そういったところも語りながら、はい、今の進捗もちょうど事業が進んでると聞いてますんで、はい、そのあたりも聞きながら進めていきたいなというふうに思いますので、はい、乾杯とかします。あ、いいですね。すいません。はい、いただきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんと46歳になりました。見えない見えない。もう初老に突入しましたんで。いやいやいや、若いな。俺の人生頑張りたいと思います。早い。今現状どうなんだっけ。瀬名くんのところはテレサが発売をして、はい、もうお届けしてるもんね。先日おそらく皆さんの手元に届いて9月上旬にはローンチして、うん、大々的にもっと売っていこうっていう段階で、今まだずっと下準備を進めてるっていう感じです。でもじゃあ商品も届けが始まって、はい、今から攻めていくってことですね。そうですね。この間初めてもらいました。あ、そうですね。使ってくださいましたか。そう、なかなかくれなかったの。全然くれないから、はいはい、うん、なんかいいって聞いてるんですけど一回も使ったことないの。今度出張あるからさ、はいはい、来週出張あるから持ってって、はい、ちょっと持ち運べるやつやん、はい、そうです。ちっちゃいやつなんで持ってって使ってみようかなと思って。ぜひ持ってってほしい。楽しみだ。今順調なんですか。結構順調だと思っていて。だって4人でオフィスを作ったんでしょ。あ、そうです。本当にほぼ毎日オフィス、朝からもう夜中の2時、3時とかまで、うん、でもまあ役員なんで。まあでもベンチャーっぽいよね。そうです。もうでもみんな楽しく、最初はもう段ボールから始まりました。本当にデスクが段ボールで、そこでもうパソコン弾いてっていうのをやって、最近やっとテーブルが届いて、はい、寝袋を手に入れました。寝袋寝るの。いや、もう夜中までやって、もう死にそうになりながら寝て、寝袋で そのままで朝オフィスで迎えるっていう生活を迎えてます、ね、テレサのチャンネルも結構頑張ってるもんね。結構週4ぐらいで松葉くんがやってくれてるんで。すごい。企画編集全部やってんの。全部やってもらってます。すごいな、才覚がなんか出てきたね。みんなが見抜けなかった僕の才能をね、うん、彼が見抜いてくれたんで。いや、なんかムカつくんですけど、マジで。奥さんなんか。でも仲いいのか悪いのか分かんないけど、なんかすごいなんか和気あいあいとやってるよね。確かに仲悪かったもんね、一番最初の。最初はね。1話とか2話とか。最初は。松葉くんって今まで結局バーの状況とかも知らないけど、バーだってやってないし。何やってねえって。だからやってないじゃん。経営センスがないからやってないんだよ。やってない、できてないんだよ。潰れてるんだもん、実力認めないよ、まず。潰れてねえから。何潰れてんだよ。そういう潰れた人は自分で、自分から潰しましたって思って。見れねえさ、リーダーやるとかさ、何、結局数字ができればいいよ。チームワークを作ろうとしてさ、別に人に対してさ、うん、そういう指摘をするのはいいけどさ、うん、それにそこのさ、なんか店やってね、潰れてるとか、辞めてるとか、うん、そこに関してはさ、もうただの悪口じゃん。うん、そうだよ。確かに。あれに救われたんですよ、本当に。本当あの仲の悪さに救われました。なんで一回ちゃんとぶつかって、うん、
でお互いのこと分かって、まあ、でもその後去っちゃったというか笑えないんですけど、うん、まあ離れ離れになって再会したら一回もう結構中身を知れてるんだよ、はいはいはい、なんで一気に仲良くなったっていう。ちょっとなんか愛おしさが増したみたいな。そうですね、そうですね。いやでもあるよね、ちょっと。あんまないですけど。合わせろよ。でも本当に今は喧嘩なく仲良く。ね、なんか4人でそれぞれ役割分担してやってるなって感じがするから。はい、でもそれこそ本当ノンタイトルの時にあのミッションとかでもちゃんと役割分担をしてってあったじゃないですか。うん、だからそういうのが生きてて明確にもう役割分担して。うん、でそれに対して僕はもうみんな役員なんである程度そのもうあの裁量を渡していて、うん、変に口出ししないで最後尻拭いだけするよっていう感じでもう自由に楽しく社長感ありますね。進めてやりましょう。ありがとうございます。いいですね。っていう感じ。具体的に言うとさ、4人の役割って何なの？瀬名、松葉、お餅、誰だっけ？ラオス？ラオスか。ラオスね。はい。その4人の役割どんな感じでやってるの？松葉くんがもうメディアとかプロモーション系、うん、でメディア YouTube もちろんやってもらっていて、うん、でおもちちゃんが CS とロジオやってもらって、うん、でラオスがもう 2B で法人系、はい、もう外部からも反響で来たものに対して全部ラオスが処理してっていう感じで、うん、で僕が全体を見ながら、最終判断させてもらったりとか、うん、まあ、あるいはお仕事もらってきたりとかっていう形で今動いてます。で YouTube の編集とか企画は松葉くんがやって。あ、そうです、そうです。しかもその YouTube も、結構あれなんでしょう、収入になっていて結構、ね、結構大きな収入源になってて、それこそキャンプファイヤー GO まだ自社 EC ローンチするまでは他でなかなか売り上げ立てられなかったのを YouTube で売り上げ立てて、うん、なんとか生活してるっていうしてたっていう時期もあったので。しかもすごいですよ、なんか YouTube の、テレサのチャンネルでやりながらなんと初案件とか受けてるよね。そうなんですよ。案件受けてるんですよ、そうなんですよ、 YouTube で。すごい、ありがとうございます。あれ何の案件だっけ？あれチョコザップさんの、ライザップさんからのチョコザップっていう。とうとう案件まで来るようになりました。本当ありがたいです、うん、なんか調子乗ってますね。じゃあ一方で、はい、今日お一人ですが、はい、先生どんな感じですか？レッドは、はい、ミスタースティックですね。ミスタースティック、あの伝説のプレゼント言われた。伝説プレゼンですよ。あれすっごい好評だったよ。本当ですか？うん、塗り棒めっちゃ良かったってみんな言ってたよね。いやもう嬉しいですね。こちらのパンツ見てください。名前はミスタースティックです。男たちよ、もう一度立ち上がれ。あのプレゼンから今何ヶ月ぐらい経ったんだっけ？はい、約、まあ、3、4ヶ月あ、3、4ヶ月経ちました、はい、今現状どうでしょう？私ちょっと代表取締役になりまして。おー、マジで？はい、なんと塗り棒が社長になりました。おめでとうございます。どういう心境の変化でそれそうなったの？なんか自分でやりたいって言ったの？まあ、最終的には自分でちょっと挑戦したいなと思って、うん、やります、やらせてくださいっていう感じで。なんかもう経営を本当に知りたいって言って、うん、僕らのオフィスとかに来て一緒にその経営の勉強しながらやったりとかしてたんですよ。武者修行。武者修行ですね。はい、へえ。マジでめちゃくちゃ頑張ってました。まあちょっともう頑張っていきたいなと思って、うん、ちょっとまあいろんな助けもありながらいろんなとこ頭下げてちょっと頑張りたいですってことで覚悟を決めた。覚悟を決めて今ちょっとやってますね。でちょっともちろんさっき言ってたテレサのみんなにもちょっとサポートしてもらって、うん、だからブレイキングダウン9出たんですけど、うん、スポンサーやってくれてテレサが。そうなんですよ、ちょっと一丁前に、はい、そうなの？ファイトパンツ入ってますテレサ。嘘、すごいじゃん。一丁前にやらせていただきました。へー、お互いこうウィンウィン切磋琢磨で切磋して琢磨してます。ウィンウィン、ウィンかな。ウィンウィンって前に、いやいや、ギブアンドテイクで言うと今はギブが多い。そうです、ギブ多いです、ギブ多いです。でもいつか返してくれるっていう。返すとこ多いよね、そう考えたら。返すとことついている人が多い。ヌリさん今さ、はい、これでなんか紆余曲折あって、はい、なんとミスタースティックの社長になったわけでしょ。はい、それに対してさ、なんか、はい、ミクル君とかなんて言ってるの？ミクル君は報告したの？ちゃんと。あ、しました、しました。ミクル君この度社長になることになりました。ああ、いいんじゃないみたいな。で結構その紹介してくれるんですよ、僕とみっくんで、まあ、うん、ご飯とかしてるじゃないですか、うん、で第三者四者の方いて、うん、この人知らないの、ミスタースティックよみたいな感じで言ってくれるんですよ。いじりながらね、いじりながらもミスタースティックよみたいな。だからもうね、みっくんにおんぶに抱っこで
ミスタースイークいっぱい宣伝してほしいなってね。ミックお願いします。シャントリーボディもミックお願いします。ヒカルさんお願いします。お願いします。じゃあ社長になって、はい、今何してんの？じゃあ最近は。最近はまあ商品はまだだって出てないでしょ。そうですね、ね、10月頭とかで柄は決まったんだっけ。どの柄の今持ってるんですよ。いいですか？あ、いいよいいよ。おお、すごい。まあざっくり言いますと、まあ一番人気なこの虎柄本当なんですよ。これ一番人気、これ本当、これブレイキングダウンの選手もマジで一番これがいいって言ってました。マジか、それ格闘家だからかな、はい、いや、でもいろんな人に聞いたこれがいいって。あ、そうなんだ。歳三がこれが一番いいって言ってました。歳三は歳三っぽいからなんかいい。ミスタースイッチ、そう、後ろ見てる。可愛いよね。可愛いでしょ。すごい、はい、派手だね。でも可愛いっすよね。ね、可愛い。で、夜のブレイキングダウンの時にちょっとこうあら、トラ可愛いみたいな。と、これスタンドブースターっていうね、このまあサプリですね。ラクチュロースとか入ってるやつです。これ飲んで、あのもうこれ履いたらもう夜のブレイキングダウン勝利間違いなしって感じで。おお、判定勝ちです。判定勝ち。ギリギリだな。頑張ってるって感じですね。駆け出しというか、まあ一生懸命一歩一歩、うん、最近あの PDF の作り方覚えました。おーおーおお、はい、請求書の作り方も分かりました。あ、そういう地味なこともやってんだ。はい、地味なことやってるよね。なんかじゃあだいぶ変わったね。人生変わったっすね。だって半年前と全然変わったでしょ。全然、確かに、はい。じゃあなんか聞きたいんだけど、ノンタイトル撮影中、うん、まずどう感じてました？撮影中はマジでしんどかったっすよ。そうだね、しんどかったね。ずっと言ってたよね。塗り棒はずっと言ってた、うんうん、ちょっと無理でしたね。うん、本当に無理だったっすね。何が辛かった？ドイツ村っすかね。それは体調不良。それは体調不良。最初じゃん。最初、それは寒い。きつい、疲れるみたいな。そういう寝れないしとか。でも僕ちょっと青木さんにクレームあるんですけど、はい、いいですか？どうぞ。いや、青木さんの結果発表がすごい嫌でした。溜めて、うん、あのまで僕気持ち悪くなっちゃうんですよ。なんかミッションの合否を言うとき、はいはい、僕あれ毎回その青木さんのこと嫌いになりそうになりました。本当に、うん、確かにね。確かにね。でも溜めるからちょっと甘噛みしてましたよね。そうだね、そうだね。チームブルー不合格させていただいて、ちょっと甘噛みしてるんですよ。よく知ってるね。早速ですが、両チームのセカンドミッションですね、これの結果を発表したいと思います。まずチームレッド、セカンドミッションの内容は不合格とさせてください。そうなんだ。あれ余計緊張するんですよ。そう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 、プルルルルルルすいません、うなれたもんですいません。いやいやいや、はい、もうあのノンタイトルで、はい、なんか一番印象に残ってる思い出というか、まあ良かったこと、やっててよかったなって一番自分の中で思ったことって何ですか？はい、はい、それはもうデモですね、マジで。ほう、デモでやって、まあ、両方勝ちました。もう涙止まらなかったです。おう、いや、なんかやればできるんだ自分と思いました、マジで。確かにめっちゃ不安になってたもんね。不安でしたよ、デモでは絶対。あの最後の1週間無理っす無理っすって言ってたもんね。もう言ってましたね。覚えらんないし、自分言えないかもしれないです、自分じゃない方がいいんじゃないかみたいなのを最初言ってた。へえ、はい、で、いや違うって。そのだってミスタースティックって言ってるのに、はいはい、女の子がずっと語るのもちょっとあれじゃんっていう話もあったし、うん、やっぱ俺っすかねってやってみますって言って、で、やっぱダメですやってみますっていうのをなんか2、3回。へえ、でもよく覚えたね。だから自分のセリフをめちゃめちゃあの削ぎ落として愛ちゃんに足そうとしてましたもん。お前もっと喋れ、ちょっと食えないから食ってって。そうそうそう。俺無理だっつって。同節で8万ぐらい入ったっ。そう。すごいよな、マジで。すごいですよ。だから同節8万でしょ。すごいですね。で、関連動画も入れると延べ5,000〜6,000万再生いってます、ね。すごい。ノンタイトル。すごいですね。はい。で、各シーズンはもう1,000万再生ちゃんと超えるので、はい、シーズン3も多分ね超えるんですよ。しかもあの今回はスケールアップしたいと思って、またちょっとね大きな仕掛けも用意したいなと思ったので、はい、クビルールよりもっとすごいのが入る可能性もあるってことですか？クビルールどうだった？いやいや、辛いよ辛いよ。辛かった。辛いし、だっていきなりじゃん。だってけど僕はあってよかったなと思います。クビがあったからドイツ村を多分想像以上に頑張れたというか、まあ確かにクビにならないように、まあ、ならないようにっていうか、まあ、勝つためなんですけど、うん、それでもクビにならないようにっていうので多分想像の倍動けて、だから
僕はそれであってよかったな。確かに限界以上の力出せる可能性はありますよね、うん、あの首ルールのおかげで。瀬名君どうだった、その一番その自分の中で、まあ、やっててよかったなっていうか、そういう思いになったのはやっぱデモで。いや一番はなんかちょっと地味なんですけど、ミッション3を取った時で、あれが僕らずっとなんかチームグレーとか呼ばれてたんですよ。取れてなくて落ちて落ちて取れてなかったもんね。確かに。でグレーのパネルだけがついてて、でなんか結果を出すやつが一番偉いみたいなことをずっと言ってんのに、ずっとグレーグレーってきてて、でそれでちょっと焦りが出始めた時にやっとみんな、本当にみんなの力で取ったミッション3っていうので、やっぱ結構自分の中では感動したというか、あ、そう、あれ印象残ってますね。であとなんかああいうそういう何かを一つをみんなで協力して成し遂げるって、意外となんか大人になってからなくて、なのでノンタイトル出て、まあデモでも含めてですけど、みんなで成し遂げて何かを得るとか達成するっていうのが自分の中では、まあ確かになんかあそこまでなんか超必死になって何かに向かうってあんま大人になるとない。いやないですね、本当人生を変えるぐらいのことないし、勝敗がつくこともないじゃないですか。まあね、確かに白黒をつけない、ね、それがまたいいですね、壮絶だよね、いや頑張ったね俺たち。まあ頑張ったよね、頑張ったっすね、まあ、だからそんだけいい評価を得たんだと思うし、はい、応援する人がいるんだと思うんで。なるほど、うん、ノンタイトルの、はい、今度じゃあ魅力、何が魅力だと思います、自分たちが語れることちょっとね聞きたいかも。いや僕超リアルなこと言っていいですか。おうおう、出てもう絶対出た方がいいなって思うのは、なんかノンタイトルって結構凄腕の経営者さんとかも見てるじゃないですか。見てる、見てますよね、めちゃくちゃ見てる、ね、ですよね。僕の周りの経営者もそうだし、本当に上場企業の経営者とか、そうですよね、投資家とか銀行の人とか、はい、だって証券会社の常務だった人とかそういう人も見てる、めっちゃ大好きノンタイトル。まあデモで通った後、いろんな方からそのすごい経営者さんとかからあの会食とか、お願いされるというか、もう僕らからもそのお願いなんですけど、普通にもうノンタイトル出てたってだけでいろんなビジネスチャンスをいただけたりとかして、ノンタイトル出て一番いいのは多分人脈が、今まで自分の力と難しかった人脈がどんどんつながっていくみたいなのは。そうか、だから自分は知らないけど相手が知ってくれてて、なんですよ、なんかあの瀬名君とちょっと何かしたいっていうふうに思ってくれるんだ、はい、そうです。なのでノンタイトル出てよかったなって、それこそあの青木さん、あの、北の達人の木下社長とかも、木下社長ってレッドを確か教えてたと思うんですよね、そうそうそう、番組中、なんですけど、その後になんかご飯行ってたよね、そう、行かせていただいて、でいろんな勉強させていただいたりとかして、あ、本当出てよかったなと思いました。めちゃくちゃ親切になんかいろいろ教えてくれてたよね。そうです、めっちゃ親切に教えてくれました。なんか美味しいご飯ごちそうになってなんかプレゼントまでもらってないの。そうですよ、あのカルティエのボールペンを、マジで、そう、僕らお会いしてなかったのに、全員に名前彫ってあるんですよ。嘘、僕らもいただきました、レッドも。めちゃくちゃ粋じゃん、なんかすごいな。そういう経営者さんも、そのレベルの上場会社の経営者さんとかも見てくださってるっていうのが、ノンタイトルの凄さだし良さだなって僕思いました。確かに、だから木下さんはあのちょっと前に聞いたら、あの自分の会社の社員とか若手の子たちに、ノンタイトルとかを見せて、教育にも使われてるらしいです。すごい、ノンタイトルあれですよ、義務教育っすね、マジで。義務教育、マジで義務教育、はい、あ、なるほどね。週は必須科目に入るんです。そうです、5、6時間ぐらいノンタイトル見せよう学校で。いやでも、いや見せない方がいい、だってこういう人もいるんですもん、ノンタイトル、まあね、だから教育上良くないと思う。でもこういう人も変われるんですよっていう。ミクルさん知ってるのは彼だけですね。えいやいやいや、なんでいやいやいや、それはないですよ、マジで。もしかしてナンパ系 YouTuber のまあいいやろね。あれ、今回なんかクズ集めるって話じゃなかったですか。優秀な人もばっかりですか。いや、20歳まで確かにクズいない、クズいない、2人だけじゃん。いやいやいや、違う誰がクズや。本当にノンタイトルって、あの、まあ元々瀬名君社長だって、僕は普通の人間だったの、普通の人間ってか普通のあのそういうのない状態に入ったんですけど、やっぱノンタイトル、まあ、勝ったらなんですけど、本当に売れるんじゃないですか、物が売れるんですよ。あ、売れるね、売れるから、まあ、その稼げるじゃないですか僕今だって役員ですよ、一般人が役員で
金持ってるんですよ。いや、いや、違う。だから確かに札幌で、そうだ、詐欺に、あの、騙されたとか、全て失ったとか、ね、失ったとか、今、物も何か持ってるんですよ。そうだよね。仲間もいて、で、うん、こうで朝倉みくるさん、ヒカルさんもいるじゃないですか。そうね、知ってくれてるもんね。で、まず経営者さんがいて、うんうん、親とかなんて言ってんの？親はあんま言われてないですけど、ブレイキングダウンだけは出ないでって言われました。出たじゃん。けどあれがあって今があるんだよって言われたから。確かにね。でちゃんと仕事してちゃんと頑張ってるので安心はしてるよね。してます、してます。逆に言うとなんか大変だったことは事業始まってからはある？例えば菅君だったらすっげー性格悪そうに思われてる。ああ、うん。どうせこいつ嫌なやつなんだろうって最初に勘違いされて、はい、実はそうでもないじゃん、はいはい、ありがとうございます、うん、そうですよ、フォローするとそういうこと、はい、そういうことです。でもいいやつなんですよ。そうだよ、僕同い年なんですけど。おお、そうなんだ。で最初なんかあの一番最初のチームゲームの時し始めましただったんですけど、うん、クソガキ殺そうかなと思ったぐらいなんか本当22ぐらいの若いやつかなと思ってたんですよ、うん、あのロケバスでもずっとうるさいんですよ、ロー君と、うん、それマジで殺そうかなと思ったんですよ。何回殺そうかな。ダメだね。眠いのにめちゃくちゃうるさいんですよ、うん、でもローも行ったのかなみたいな。バス内は確かに僕とロー君が一番怒られてたんですよ、うん、スタッフさんとかからも背中のトロークうるさいみたいな、うん、結構注意されてたんですよ、はいはいはい、って言われてんのにめちゃくちゃローと背中うるさいからもうマジでなった。マジで本当に行ったのかな。行ったのかな。でもなんか日々過ごしていく中でめちゃめちゃ優しくて、うん、最近はだから結構今週4、5でいるんですけど、うん、でよく僕は飲み行くんですけど、うん、なんかもうねすぐ泣いちゃうっす、なんか喋ってて。すぐ泣いちゃう、もともとから。ダンスバーも優しいから、うん、なんか人の優しさに触れるとそうです。マジ泣いちゃうんです、うん、なんかあの最近すごいねみたいな、めっちゃ経営頑張ってるねって言ったら泣きそうになって。いやその会話のレベルで泣いちゃうから。何の涙か本当に分かんないんですよね。涙腺バグってんだよ。まあ何の話、何だっけ事業があったとか。そう誤解されてなんか意外と大変だったとかそういうのはやっぱあるの？あ、でも僕ありますね。言うてもやっぱ結構きついキャラって思われてるんで、うん、最初割とやっぱあの番組だけ見てる方だとちょっと敬遠する人も中にはいますね。背中原言われてましたもんね。そうですね。でもそう、背中原誰言ったんですかあれ。名言だよね。知らないところで背中原背中原って言われてた頃。背中原ってワードでマジおもろいですね。ね、コメント僕めっちゃ分析自分なりしたんですよ、うん、1位多分背中原なんですよ、一番多かった、うん、で多分松葉っていうコメントワードを言ったら、うんうんうん、で3位がヌリタムっす。ヌリタム、ヌリタムあったの？あった。ヌリタムもうお腹いっぱいとか。ああ、ヌリタム、あ、それセット商法になってるんだ、はい、ヌリタム消えろとか。悪いノンタイトルに最後にさ、なんかさ、はいはい、出るために何は持ってこいみたいなのある？これがないとダメみたいなのが1個あるとしたら何かあるよ。覚悟。もう覚悟だけです。自分の、ま、信念は持ってるんですけど、プライドは全部捨てた方がいいんです。ほう。絶対信念ってあるじゃん、決めてること、うん、ま、例えば絶対早な人より早く起きるとか、うん、ま、それはいいんですけど、そこにプライドがあったら人の話聞かなくなるんですよね、うん、それで僕シーズン1失敗したんで。確かにあの松葉最初さめっちゃ自分のことイケてると思ってた、ね、あ、僕はイケてると思ってた、ね、めちゃくちゃイケてる、うん、俺札幌だったらすげえイケてるって思って来てるなって感じがしたの。そうです、そうです。で結構打ちしがれて最初にあれ世界広いなって思ってたから、やべえ俺勝てねえかもしれねえみたいになってたもん。そうですね、ありましたね。そういうことでしょ。そうです、そうです、うん、その変なプライドを持ったままだったらなんか素直になれなかったみたいなこと。そうですね、うん、引くに引けなくなっちゃうんで後々、うん、表情がだから今全然違うもんね。いいやつになってるもん。なんかいいやつなんですよ、やっぱり僕って。気づいた。あ、気づきました。そうだね、そうですね、はい、ヌリなんかある？これだけはさ、ノンタイトル参加する人に、はい、絶対持ってきた方がいいよっていうのなんかある？はい、パンツとサプリを持ってきてください。ミスタースティックとこのサプリ、これ持ってきてください。それ持ってきたら受かるんだ。受かります。誰が通すの？俺が通すの？僕が通します。オーディションでこれ入ってくるのありってこと？これ入ってきてテレサのシャンプーこう持ってるみたいな。そう確かにちゃんと言うことよね。あ、それいいわ。確かにね、はい、それだ。じゃあ増えるかも。あ、次それ増えるかもしれない。来たらそれさ、シーズン7ぐらいとかなったらどうなるんだよ。確かに全身すごいことになるんだよ。
まあそういうことでだからみんな良かったね。なんかね、はい、そういう意味ではね、生き生きしてて、なんかすっげえ嬉しい。なんかいや、ちょっと泣きそうっすわ。また早いな。でもそうやって人の人生をなんか変える番組ってなってるのはなんか俺もすごい嬉しいし、うん、これノンタイトルの一個の価値だよね。はい、やりがいだよね。本当にそうです。だから今回ね、ノンタイトルのシーズン3の募集をしてますと、はい、我こそはって思う人はどしどし来てほしいし、それによっていい方向に人生変わると思うので、ぜひチャレンジしてほしい。若者がどんどんチャレンジしてほしいと思ってるんですけど、なんか改めてそのみんな出たみんなから、見てる視聴者の皆さんに、あのこういう風になるからやった方がいいよとか、うん、なんかちょっとぜひ一言言えることがあればみんなもらいたいなと思うんですけど、はい、なるほど。誰からいきますか。僕からいきます。はい、はい、今もうすでに経営している方でももっと大きなものを得られるチャンスがあると思うので、応募するのをちょっとでも迷ってたら一歩踏み出した方が本当に人生変わると思います。僕、まあ、今回ノンタイトル進出来た時に本当に東京来てお金も多分家もない状態で来て、本当に今諦めなかったというかがむしゃらにね、いろいろやってったら結局、まあ、最後勝てて今こういう生活を送れてるんですよ。だからまだ何もやってないとか何も成し遂げれてないとか結果出してない人はぜひ挑戦してみてください。何もない状態でも変われるのがノンタイトルなんですよ。僕は待ってます。僕ちょっと撮影期間中、まあ、ブレイキングダウンもやってて、まあ、ノンタイトルも出てて、全部投げ出したいと思ってやめたいと思ったんですけど、なんだかんだやっぱ諦めなければやっぱいけるっていうのをね、僕証明できたと思うんですよね。だからぜひ人生変えたい方はノンタイトル応募してください。人生変えれます、マジでお願いします。おっ、一緒ついてきます。おっ、誰に言ったの今。誰に言ったの。募集の方が一緒ついてきます。おっすということで、今日は座談会みたいな形になりましたが、ここからシーズン3の応募がまだまだ始まりますが、残りわずかの期間なので、ここ最後どうしようかな、迷ってるな、でもなんか気になるなって思う人はぜひ1回応募してください。でオーディションを来てください。その中でもちろん皆さんがやるべきことをやれば必ず道は開けます。これは人生かける価値があるんで、オーディションにぜひ来ていただいてシーズン3チャレンジしてください。お願いします。お願いします。待ってます。おっ、シーズン3で会いましょう。おっ。